はい、皆さんこんにちは。今日はですね、これめちゃめちゃ傷んでますけど、わかります？ドラセナコンパクターです。これとってもね、成長が遅いんですけど、形もいろんな形をして、値段も相当高い植物だと思います。成長がね、一目伸びるのに1年ぐらいかかるんじゃないかなと思います。とってもね、乾燥に強くて、流通性はあんまりないんですけど、僕が思ういい植物です。大好きです。だからね、ある程度値段が高くても僕よく買うんですけど、寒さにね弱くて、そして日陰にもとっても弱いです。日陰に置いておくと暑い時でも真っ黒焦げになります。そしてこれはね、2、3日前うちのスタッフが持って帰ってきたんですけど、あんなに寒いところはダメだよと思って言ってたんですけど、年末ね、寒い場所に貸し出してて傷んでました。そしてね、貸し出してたところの方が水切れだと思って水をねどっぷり入れられて、これ乾燥めちゃくちゃ強いんですよ。もうほんとね、2、3ヶ月ガラガラでも結構生きてます。それぐらい乾燥に強いんですけど、枯れたんでね、水が入ってないと思われて水を入れられました。そしてそれがもうね、見てください、持っただけでこんな感じになってます。こっちはもう抜けてますね。はい、じゃあですね、新品の状態の育て方はね、また春になったらやりたいと思いますけど、この今この状態になったドラセナコンパクター、まあいろんな他の植物のですけど、どうしたらいいかというと、葉っぱはね取りましょう。この枯れた葉っぱはね取ります。下から しっかり取っていきますよ。で、芯に近づいてきたらね、ポキッと折れるので、ここはねちょっと加減を見ながらやりましょう。芯を折れないようにね、やります。しっかりしっかり、はい、こんな感じで、これはもうここまで芯が腐っているので、もうここはダメですね。こういうやつはもうここからカットしてあげます。でね、これ捨てずに取っておきましょう。でも、ね、取ります。ちょっとこんな状態に、このぐらいになりましたけど、これはね土にブスッと刺しておくと、あわよくばつきます。まずはこの枯れた葉っぱをね、どんどん取っていきます。それが先決です。そうするとね、水分の蒸発が少なくなるので、今から先管理するのにもねいいです。見てください、こうもうねふにふにになってます。ここ生きてますけど、もうこの状態になったらね、こっから上はダメです。だからカットします。はい、こんな状態になりました。はい、この状態にしてね、もう根はこんな感じです。じゃあどうするかというと、はい、やることは簡単です。まずこの今入ってる土、これはね湿ってるんで、もう抜いちゃいます。空っぽになりました。根が弱ってるんでね、まず水分が入っている土は天敵です。なのでね、水をしっかり入れて水はけが良くします。ちょっと僕は多めに入れます。そしてですね、ここ重要です。ドラセナコンパクター、先ほども言ったように乾燥にとても強いです。でね、
水なくても結構生きてるんで、深植えしすぎるとね、しっかり水分を取りすぎちゃいますよね。なのでちょっとグラグラするかもしれませんけど、土今このぐらいもうね入ってます。ここぐらいまで入れて、普通のね植え替えよりは土を、倍ぐらいの高さまで入れてあげて、浅植えしてあげましょう。浅植え、この根が浮き出てる状態ぐらいでね、しっかり下に根が生えていくのが一番いいんですけど、今この状態でね、下がちょっとグラグラになりすぎるので、このぐらいの土の高さにして入れて植えていきたいと思います。はい、じゃあ土入れます。軽く軽くですね。もう根が上に出てる状態なので、こう軽く入れて、今回は、ね、あまりつきません。しっかりこう根の表面を平らに押さえてあげるような感じで植えます。はい、立ちました。でまた軽く植えてあげます。で、ね、もう軽くでいいです。はい、こんな感じです。約第2関節ぐらいですね。水しろを取ったぐらいで植えました。ちょっとグラグラするけど大丈夫じゃないかなと思います。そしてこのカットした芽ですよね、これブスッと突き刺しておくとつきます。だからね、カットした芽もねしっかり無駄がないようにしてあげてください。成長が遅いので、このひょろひょろした状態をねすると、ここがやっぱり寂しいですよね。寂しいので、下葉がなかったらカットした芽をねこうやって入れてあげるといいと思います。はい、そしてこんな状態でね2ヶ月ぐらい放置でいいと思います。まあね、1ヶ月ぐらいしたら軽くコップでお水を 1,2 杯あげるような感じに、様子を見てください。土のね保湿、ある程度水分を最初含んでるので、それの水分ぐらいで最初はねいいと思います。そしてね、こう今軽く植えてるんですけど、しっかり根がつき始めたら、あまり動かなくなるので、そうなり始めた時はね、水を徐々に上げていってください。暖かくなってもかなり乾燥に強いんで、まあ、ほぼガラガラの状態でねいいと思います。水はね、じょうろとかであげなくて、コップ 1,2 杯ずつをね1ヶ月目安にしていってあげるとちょうどいいんじゃないかなと思います。それぐらい乾燥に強い植物です、ドラセナコンパクター。傷んだね状態のものをお見せしましたけど、とてもね、高価で再生も効くおしゃれな植物なので、皆さん大事に育てられてみてください。はい、じゃあ今日はドラセナコンパクターのね傷んだ時の対処法でした。バイバイ。